エンド F9 は1954年から1957年にかけて GM エンドで生産された電気式ディーゼル機関車である。カイナ7同様にカナダ向けの車両は GMD で作られた。最終組み立ては GM エンド製はイリノイ州のラグレーンジ工場で GMD 製はオンタリオ州ロンドン工場で行われた。カイ9は 大いに成功したカイシリーズ系列の最終グループである。なお、イ級の旅客版である FP9 よびディーゼル電気療養機関車のフロリダ級は別ページで説明する。エンジンを F3 およびカイ7までの567バイトから 567C に変更により出力が1750馬力にアップした。カイ級が製造された頃は、 キャブユニットタイプの F シリーズより、フードユニットタイプの GP タイプ等の増備が中心のため、製造総数は A ユニット87両、B ユニット154両で、エンドに F 三お及び回7からの再構築者を含めても A ユニット99両、B ユニット156両と少数にとどまる。回7と違って、フェーズの違いは存在しないため全て同じ形態になっている。 回7と回9の外観上違いもあまり見られないものの、変更点として、エアインテークのフィルター格子は、回7フェーズ2で採用されたの縦向き形状で統一されている。ブランソン C ニックレールウェイの F9 から98号。元は回7であったが、後年の改造で1750馬力になったほか、外観も丸窓がなくなるなど一部変更されている。 1500馬力の F3 及び回7をメーカー及び、所属鉄道会社にて再構築、または改造して、回9と同じく1750馬力にした車両があるが、これらの車両は、回 9PH と称されることがある。外観は改造車だけあって、FP10 のように丸窓が埋められて変わったものや、改造前の回7そのままの姿のもの、オリジナルの F9 と同一のものがある。 再構築時に、側面の丸窓撤去やフィルター格子の追加、スカート等の変更に、貫通扉の埋め込み等も実施されることもあり、特徴的な外観になることが多い。レイクスペリオルレールロードミュージアムに、保存の FQA-4211 号、ノーフォークサザン鉄道の f 9から4271号。外観は、 カイナナフェーズアイになっているが、カイナナからの再構築車、サンタクルーズモントレーベイレールウェイの F9PH-1101、5と1102号のプッシュプル列車。F3、またはカイナナの再構築車で、カイ9から4271号と違い外観が変化している、F シリーズの中では少数派であったものの製造が、高年で出力も強いため、保存車両は、 比較的多い。ありがとうございます。